の主力ポイントです。はい、パンツとブラが入っております。おお、じゃあ紹介を。せーの、スレイクはよさきこー、おっとと、ひかりです。はい、ということでですね、今回は、はい、あのカップルでね、今回ホテルにお泊りしに来ました。イエーイ。旅行ではないんですけど、仕事でホテルに来てて、泊まりに来てて、はい、まあ、持ち物やな。何を持ってきてるのか気になるくない？大事ですよこれは。キャリーケースの中身をね、今回は大公開していこうかなと。これはもう結構プライバシーの損害です。損害侵害でしょ。はい、ということでね、結構ね、いろんなものがね、詰め込んできたので、そうやな、まあ参考になるんじゃないかなと思うので、うんうん、ぜひ皆さん最後まで見てください。はい、見てこのキャリーのデカさの違い。これさ、俺がこっちなんですよ、小さい方で、ヒカルがこの2倍ぐらい入るやつ。やば。なんか今回1週間ぐらい滞在するんで、キャリーケース大きいのがいいなと思ってドンキで買いました。やばいね、マジでリアルに15キロぐらいある。いや、今回結構頑張ったんよ、パッキングを。そう、もうパッキングプロみたいになってるよこれをちょっと大公開するんで、はい、ぜひ皆さん見てください。せーの、やってみよう。はい、はい、ということで、じゃあ光のこの巨大キャリーから開けていこうか。光からいく。はい、では開けていきます。これな、このタイプあんまり好きじゃないよ、このガシってやる。なんで買ったこれって知らんかった。本当はチャックがいい。ああ、そうなの。重そう。じゃじゃーん。見えるかな。あ、まあ見える、ちょっと見えるわ。すごいな、マジで。結構なんか汚く見えるな。まあ一番の、今回のポイント、一番最初に言うと、いっちゃうんですか。初めて圧縮袋を使いました。いや、これもう業務用。これすごいよね、こんなさ、ちゃんとできるの。そう、これはニットのワンピースが2枚入ってんのに、この薄さになるっていうすごさ。これ2枚入れたらもうパンパンだからね。え、そう、この袋を使わんかったら、うん、全部これで埋まる。今回服は10着ぐらい持ってきてて。そうなんです、仕事でもいろいろ使うんで。そう、だから結構そうっす、そうっす、そうっす。で、圧縮袋を今回めっちゃ使ったんよ。ほら、これも圧縮。ほんとだ。ニット系やから、もう冬やし。アマゾンで15枚入りで1200円。へえー。で、あと服やな、ここら辺は全部。服がやっぱ一番メインやな。そうやな、うん、靴を今回持ってきてるから。え、持ってきたん？2個持ってきた。こっちが基本服とかコテ系。はいはいはい。で、こっちが靴とメイク道具。あ、なんか意外と少ないね。そう、このビニール袋に靴を入れるっていう。いやいやいや、雑やな。これは女子よ。靴はロングブーツやからでかいかも。こんなん持ってきたん？持ってきた。すごっ。あともう一個普通のブーツ、これ持ってきたかな。ヒカルはキャリーバッグに靴入れんねんけど、いつも旅行で、うん、一足は無理やから、一足でいけや。履いてくるやつとプラス1かプラス2やね、うん。基本こういうビニール袋、そこに靴を入れて持ってくることが多いかな。男子力やな。なんで？女子ってなんかもっとちゃんとしたケースに入れない？あ、入れてた時期もあった。あ、ビニール袋って。俺の野球の時のスパイクやん。ちょっとあの、付き合いたてやったら靴の可愛いケースに入れると思う。いや、やれや。なんでもうビニール袋昇格してんねん。やっぱ付き合えてると、やっぱ2年目の差よね、うん、そこが。やばいやん。だって何も思わんやろ、これビニール袋。全く思わん。やろ。そこは今回、あの、彼の動画を見てる子は、その時期によって使い分けてほしい。おい、一番だるいな、それ。なんでよ。なんでやねん。だから付き合って、2年目のってことね。まあ、そう、2年目の人はビニールでいこう。これ、どこのやつかもわからん。でもコスメはちゃんとこういう巾着に入れてます。ああね、汚いけど。もうなんでよ。汚い。ちゃんとバレンシアガのカバン入ってた巾着。ありすぎちゃう。こういう感じで、いつも旅行来る日の朝にメイクするやん、うん、今のメイク、うん、をやるときに膝にこの巾着をこうやって広げとくんや。一番最初に、まあ、まずクリーム塗ります。使い終わりました、はい、じゃあ今後も膝のこの巾着を1個ずつ入れていくんで、その日にメイク使ったやつを絶対忘れずに持っていけるっていう。ああ、そういうことね。そう、前までは普通にメイク使うやつこうやって全部メイク終わって、うん、でこの巾着持ってこうやって1個ずつ選んで入れとったんや、うん、なんじゃないんだよ、忘れるんよ、その入れるのはな、うん、だからその使ったやつを全部こうやって入れていくと、うん、忘れずに持っていけるっていう。あ、まあ、確かに。やろ。で、ここにあのヘアオイルとかも全部入れてる。前髪のオイルと後ろのオイル、光髪の毛乾燥してるからいつもパサパサやから、はいはい、N ドットのオイルをいつも持ち歩いてます。まあアイテムはシャドウ以外は全部1個ずつ、コスメはこう最小限でいきます。なんでここの隣にはちゃんと寒いかもしれないからヒートテックね。いや、いらないよまだヒートテックを。これはこのままです。なんで、あと靴下ね。出た靴下。靴下黒3つと、あと
なコキンちゃん。誰？え、知らん？コキンちゃん。あー、コキンか。ねえ、呼び捨て。これは絶対に靴を脱がない日に履きます。あとヒートテックと靴下と、あとインナーパンツですね。これはもしもの時のためにいつも入れてる。なんで？これはスカート履いた時に中に履くやつやん。ああ、うん、パンツ見えへんように。だけどもしもの時のために毎回入れてきてる。ああ、そういうこと、うんうん、大事らしいですよ。大事。インナーパンツは絶対いる。こっちはもうこれだけ。最初はもうちょっとあったんやけど、人に渡したりしとったから。あれもあるじゃん、パソコンが。パソコン持ってきてるんですよ。編集はどこでもするから、パソコンは持ってきます。どこでも。光のパソコンはこちら。うわ、ダサ。なんでそんなダサくなったん。 MacBook Pro です。マジでダサくなってるよ。ほんとだ。俺は鬼滅のシール買んないと。そっちの方が嫌だ。なんでやねん。はい、って感じですね。充電器持ってきた。持ってきた。おお、前回ね、充電器忘れて大変な思いしたんやな。いや、はい、じゃあ真ん中いきます。ここの網のとこが光る的には一番大事。なんでやねん。この網めっちゃ使えるくない？こまごましたやつこっちに入れたらなくなるやん。だって、はい、ここで女子力ポイント2です。どうせないやん。圧縮袋多めに持ってきてます。いや、もうおばさん力。なんでこの着た服って基本的に、うん、もう圧縮袋に入れてちっちゃくするんよ。いや、でもそれペラペラちゃう？結構。いや、ペラペラやけど、やっぱ入れると入れへんでは結構違うから。そうなん。あと、なんか着た服の区別つくやん、これ着たのっていう。あー、まあまあ確かに。あとは、だからコンタクト目めっちゃ悪いから、コンタクトの洗浄液は絶対持ってきて。これ絶対さ、1本持ってくる人いる？小さいのとかね。ない。嘘つけ。ある。ないないない。いや、出してもいいやろ、3つぐらい。ダメダメダメ。なんで空気に触れたらダメなんや。で、コンタクトは今回滞在が長いので、この3つケース。いや、1個でいいやろ。いや、コンコンコン。なんで？これだって6時間以上ここにつけとかないと。だから寝てる時につけとけばいい。6時間もねえへんもんだって。はい、なんか弁護士か。なんでよ。これ3つケースですね。2つでいいよな。なんかいちいち多く持ってくるからな。いや、これは絶対いる。1週間で1個のコンタクトか。これ女子力ポイントです。はい、フェアフェアンで買いました、このケース。ここにはですね、アクセサリーがこうやって入ってます。ここにこの、あ、やばいわこれ。ひどっ。これはあのピアスとかネックレスも入ってますね。いらなくない？いや、アクセサリー買える必要ある？いるよ。いるいるいる。買えなくていいやん。これはフランフランで売ってます。これは普段は空っぽにして家に置いてて、旅行の時に入れて持ってくるって感じですね。これ安いで、めっちゃ1000円しーひんか。安っ。あと充電器やな。充電器は一番大事です。このアニメはこんな感じかな。はい、さっき服入ってたところの服以外はさすがにこれは持っていきます。女子はみんな。うわ、俺忘れたんだけど。いいよ、これ使えばいいよって言えるっていう女子力。もう女子力ではない。なんでよ。ヘアアイロン、ストレートとマクロ4のこれを2個持ってきてます。2個いるかもそれ。いや、ヒカルはもともとの地毛がストレートじゃないから。ね、かこれで全部伸ばしてから、 こっちで巻くから。めんどいな。そう、だって前髪とかはこのストレートで巻くから。そう、アイロンとコテは絶対に毎回持ってきますね。まあ、ドライヤーはいりません。いや、ほんまはドライヤーも持ってきたいで、髪の毛傷むから。けどそんなに入れるスペースはないです。ないね。服でもう埋まってるから。けどドライヤー、やっぱりうちのドライヤー大好きやから持ってきたい差はあるよね。うん、ちなみにコテはストレートの方がヘアビューロンの 4D プラスってやつ。これめっちゃ高いやつ。5万ぐらいした。高っ。やばいよな。でもこっちもめっちゃ安い。これはクレイツの 32mm ですね、マク4の。これは多分6000ぐらいって言ってるかな。で、次、はい、ここポイントです。また出てきたよ。パンツとブラが入っております。おお、じゃあ紹介を。いりません。え、今回はしません。これはあのオタくんにあげたジミチューの箱に入ってた袋です。パクられました。香水も持ってきてます。香水そんな持ってくるんや。香水はいつもシャネルのチャンスっていうやつを使ってます。チャンス。これはめっちゃいい匂い。ほら、ヒカルの匂いする。電車の中にいたらちょっとうってなる。それはここで匂ったらやろ。あとはドンキホーテの袋を絶対に持ってきます。なんでドンキなんだよ。どこでもいいだろ。これ黄色いから目立つね。なんで目立った方がいい。え、探さんでいいやん。なんで探しやすくてわざわざドンキの黄色の袋使うの。え、だって普通白やん。白かったら服とか袋とかに混ざって、あ、もうビニール袋どこ探せばいいやん。ぐちゃぐちゃなんね、うん、けどこれドンキやったら、あ、黄色って感じ。はい、感じやな。あとベルトとカバンの予備と。カバンの予備、カバン入ってたの。あと帽子ですね。やっぱ服に合
合わせてカバンとか帽子とかベルトも変えたいから。そこが男子と違うよな。うん、やっぱり家と同じレベルで過ごしたいっていう、まあね、願望はあるねって感じやな。まだコートが真冬じゃないからないやん、うん、はいはいはい、それだけまだマシ。コートえぐいよな。コートでも圧縮したらいい感じなの。うん、そう、圧縮もして入るかな。コートこっち入るやん。まあ、ということで、はい、ヒカルのキャリーはこんな感じですね。うわ、結構尺使ったな。かなり尺使ってるわ。じゃあ俺の言っちゃいます。みんな俺の方が見たかったでしょ。そんなことない。おい、じゃあ俺のターン。はい、一つ問題やりました。もうなんか入ってます。ほら、こういうことがあるんですよね、やっぱね。勝手に突っ込まれるっていう。これはマジで同性カップルあるあるやな。これは勝手に物を突っ込まれるっていうね。じゃあまずこのモバイルバッテリーね。はい、この不良っぽいちょっとシールが貼ってます。ヒカルの好きなブランドの。だからモバイルもう一個持ってきたんだけど。モバイルは基本モバイル、そう、いっぱい持ってきます。うわ、これヒカルに汚染されたやつですね。ねえ喜んでたでしょ。はい、モタちゃんの服が。まず服ですね。このニット系を圧縮しました。そう、これ分厚い系で、俺ズボンがね、ないんですよね。どういうこと？ズボンが、なんかね、俺ないんですよ。あ、でもこれ可愛くて、これ入ってきました。ヒカルが選びました。はい、これ男大事なもの、きます。ででん、ヒゲ剃りです。こちらパナソニックのトリプル A さんです。絶対違うでしょ。これね、俺ね、もうずっと使ってるんですよ。で、これダイレクトに入れてたしな。やば。男の人これ普通なんですか？ヒゲ剃りを泡も水も何もなしダイレクトに。違う違う、じゃあいけるやつなんだって。絶対痛いよ。しかもこれ箱漏れしてるんですよ。オタくんだからたまに顔から血出てる。そう、たまに顔から血出る。マジで買いな。そう、だから買えたんだって。で、家でなくなりました、どっかに。はい、で、こちらパンツの列になっております。こちらすごい音になってます。これ光が詰めたのすごくない？めちゃめちゃ綺麗にパンツ詰めた。綺麗にパンツここ7個で、こっちはヒートテック入ってます。誰のヒートテック？え、オタ君。俺ヒートテックあった。あった。いや、ヒートテックって男女兼用でしょ。うわ、これやばいわ。俺マジ前ヒカルに騙されてたと思って使ってみたら、女の子用で、もうここめっちゃもう乳首丸見えみたいな。いや、わかんない。これが、ここが空いてるやつか空いてないやつかまだわかんない。違う、嫌なのよ。女の子用ってここめっちゃ開けるやん。でも普通のやつも持ってるから、これがどっちかはわかんない。おい、もうおみくじみたいになってるやん。次、これ大事やで。高校生ぐらいから使ってるロレッタのベースケアオイル。これヘアオイルですね。ヘアオイルね。ヘアオイルをすると。っていう、貸すっていうことができるんですよ。貸してあげようか、うん、っていうことができるんですよ。そうやな、男子は大事、はい、男子でヘアオイル使ってるの結構良くない？あ、いいの？うん、いいと思う。だ、そうですよ。いやね、やっぱこれはね、やっぱ使った方がいい。次、こちらです。ロイヤルゼリーもっちりジェルいちご味ですね。これは光のですね。はい、これは顔に塗る保湿クリームみたいな。ああ、ナチュラル。これでもずっと使ってるよね。これは光が小学生ぐらいの時から使ってる。あ、そうなんだ。ママが使ってるやつなの。ああね、そっからママがナチュライフ会員だから、うん、あ、そうなの。送ってきてくれる。超いいやん。匂いは、蜂蜜ヨーグルト食べれそうです。あ、次こちらですね。あ、今これね、カメラね、あるんですけど、うん、カメラのバッテリーです。あ、そうやな。YouTuber はこれ大事ですね。うんうん、バッテリー大事。はい、次。ぐらいちゃう俺。だから俺マジで、絶対忘れ物あるんですけど。確かに。一個、ちょっと問題があって。うん、何？これはちょっと減点ポイントなんですけど、網目にダイレクトに入ってる。歯ブラシがダイレクトに1個入ってるんですけど。絶対光るやん。なんで光る？こんなん使わんの？このごっつい歯ブラシ。歯ブラシここにダイレクトに入れる？これ前回ホテル行った帰りに歯ブラシ結構いい感じだったから、うん、で急いでたんよ、その、うんうん、ホテル出るよみたいな朝で、うんうん、これ歯ブラシ、あ、これいいなと思って突っ込んで。最悪やな。これはもう使えないね。じゃあゴミ箱で、あの、視聴者プレゼントで。全然でしたよ。相当なマイナス、はい、ゴミです。はい、ぐらいちゃう、マジで。そうですね。なんかつまんないな、俺。いい感じじゃない？いい感じ？シンプルザベストやで。という感じになります。参考になったでしょうか？え、でも意外となった。てか、ヒカルのこの圧縮ってあんま使ってる人いないんちゃう？そんなガチでいる？たまにいるよ。女の子は結構使うもん。さ、男でこんなん見たことないで。あ、男の子は多分これ使ってたら、うん、あ、ママがやったんだなって思う。あ、そういうこと、うん、まあ、圧縮はすごい今回初めて使ったんよ、ヒカルも。あ、うん、だけどめっちゃ便利やなって思った、まあ、っていう感じですね。ぜひ皆さん概要欄から圧縮見てみてください。なんで圧縮の案件みたいにすんの？いや、案件なんです。違うわ。はい、ということで、はい、で、国内
内ではそんなに忘れ物しても焦りはないけど、うん、海外の時はもうちょっといろいろ入ってるかもしれない。いや海外の時の張り切り方はパなかった、ね、確かに忘れたらもう買えないっていう焦り。まあでも今回はこういう感じになっておりますので、よかったら皆さん参考にしてください。あとなんかおすすめがあったら、こういうのいいよとかあったらぜひも教えてください。ということで皆さんぜひ少しでも参考になったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。以上、おたとひかるでした。バイバイ。ね、具合悪いの？え？具合悪いの？うん。無理やろ、こんなテンション。止めますよ。